まっちゃった。でもなんかさっき女の子やってた。女の子の金魚。はい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 。ブッチャやな。金魚夢見たよ。うん、ビス。あれ？ああ、おったおった。ブッチャやな。ブッキー。うん。元気？元気？ええな。ええな。夢見たわ。もうやだわ、本当に。うん、ブッチャ元気？元気？夢見たか。あ、買わなあかんで、それは。夢見たわ。夢見たわ、ほんまに。ベンちゃん、死んじゃいました。あの、長いこと、楽しませてもらいまして、ありがとうございました。うん、まあ、最後ちょっと食べられへんかったね。で、まあ、ゆうさんも言ってたんやけども、まあ、入選難があったんで、まあ、手術してももう持たへんし、まあ、そのまま置いといた方がいいねっていうことで置いてたんやけども、どんどんそれがちょっと悪くなって、ちょっと、空腹の必要なやつだったみたいで、結構食べれなくなって、飲めなくなって、まあ、家で点滴したりもしたんですけどね。もう、あんまり無理にね、長生き、延命させるのかわいそうやし、酸素もね、ちょっとあったりするんですけど、嫌だったんですよ、酸素もね。まあ、やっぱ猫から、まあ、匂いもね、嫌なんですよね。機械通してこう酸素をやったら、ちょっとどうも嫌みたいやったら、まあ、あんまり嫌なこともやるのも考えちゃったなと思ってね、やめたんですけどね。
いえいえ、こちらこそ長いこと楽しませてもらいましたね。もう栄光でした、本当に栄光でしたよ。ちゃんと病気もせえへんかったし、途中あの子はもう行ったことないんちゃうかいうぐらい、もう一回もほとんど膀胱炎だったらその前の22歳だったかな、もうほんまに病院行くこともなくて、結局まあ避妊手術もしなかったんで、手術もメスも入れることなく一生このままの体でね、ちゃんと悪いことができました。東大の関しても病気にしますね。あ、やっぱ、まあ、そういうのはやっぱ健康な家系なんやね、みんならね。すごいね、それはね。なんかミルクとクルちゃんはもう、若たくない。7年かかるからね。7年。あ、そうですか。関しては、クルちゃんの子供の子は、全然。もう弱ってますよ、めちゃくちゃ。もう15歳だからね。もうほんまに言ってないんで。まあ、ずっと家におれる子は幸せですよ。病院でも猫は喜ばへんからね、やっぱりね。入院するのもかわいそうやし。えらいニュースだ。いや、ごめん、ニュースだけど、いやーんたらいいなぁ。だってベスト何もこぼれてないな。いきなりもう変だ。すぐ飽きるもんな。ウェンディもそうやったわ。くちゃいね、ごめんな。いやー、えな、夢見たわ。夢見たわ。うん、息子の夢見たって女の子やったけど、でもキングやったわ。キングやった、言うて追っかけましたんで、夢見たわ。もう辛いわなあ、幸せなあ、幸せなあ、いいなあ、いいなあ、なあ。僕は仕事ですか。そう、うん、仕事、調べ事。あ、そうですか。仕事、仕事やもんね、それはね。皆様、出ています。蜂を置き買ったんじゃない、蜂、蜜蜂、そのうち蜂蜜持ってきますから折れたの、怖かな、怖かないです。折らなかったけど、かわざんようになるかもしれへんけど、とりあえず、ひとみさんも一緒に今、3つ群れ買ってるんですよ。僕2つ買って、ひとみさん1個買って畑に今、置いたことなんですけどね。先月、もうそれ今6月になったから、先月の7日から置いてるんですよ。いろいろ形にもなってるんで、ちょっと見れてるんで、2、3ヶ月したらちょっと一回取ってみようかなと思ってますけどね。それからちょっと持ってきますから。あとで昼の里やったっけ、ちょっと、また昼が出たら出したいなみたいな。もう、全然、もう、ね、出したいなみたいな。なんかそんで年間5000円かなんか言うよね。そうですか。昼寝確か。ほんで、ちょっとね、一時間ぐらい。あ、そうなんや。3時間ぐらい。それは1ヶ月に1回とか1週間に1回とか3ヶ月に1回ぐらい、3ヶ月に1回です。まあそれぐらいいかなあかんわな。嫁さんに貸してもいいしね、それはね。パッケージとか作って行ってみたいなと思ってないから、喫茶店にも置いてもらおう思ってます。喫茶店にもちょっとだけ持って行ってもらったら、ああ、一回聞いてみますわ。あそこでまあ店では出さんでも多分家では食べはると思うから、ね、いや、私も持って行ってもいいんだけどね。チビさん、チビさんはいいからね。奥さん持ってるのは喜ぶと思うけど。あんま、そうだ、私持ってるわ。でも、うちの方持ってるわ。いや、ちょっとだけでいいやね。5ヶ月で食べるものだったら、1本あったら十分だから。冷凍できる。あ、そうですか。冷凍しとけへんの。この前、こうやって切って、一発目、こう、取ってきやって。一発目、取ってきやってね。でね。冷凍して、完全 OK。 だからね、絶対そうね、あ、このジャンボニンニクのね、これそうです、そうです、そうです。そうです、また、多分19日にやってはると思うんで、これ、もう値段交渉無料せんからね、要請で聞いてみる。僕は本当にノータッチで、そのお金のことはね、ノータッチしませんけど、値段も、ご主人と、ちゃんと話しされたらいいと思います。多分ません。お酒なかったというのだけですね。
もうそういう付き合いでいいよ、ね、うんうん、他の人にやったらそうだよ、どうしてましょうか。ハウスの中見てないハウスの中にがあるありますわ、うんうん、なんかハウスの中に目の前がようけ枯れてましたよ、もったいないね。あ、もう余ったもんね、余ったもんやるけどね、多分ね、おごりもあげたりして。あ、そうなんや、だいぶよく買いはったんよ、ほんなら。いつも余ってんね、まあ、足らんかったら困るからね。いつも足らんかったらもう、もらいに走ったり、いらんか言うときはったりして、うんうん、だってようけ中残ってて赤くなって閉めてるから、うわもったいないなと思ったけど、まあ多分余ったんやろなと思ったんやけどね。いただきます。お値段水の神のな、原作な10万円で済むけど、トークええかなって言うと、またって言うと。ええよ、言うわ、なんだ。またあ言うて。うん。あそこで、いつも行ってくれたはずだから。ああ、はい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 。上がっていった右手のところ。そう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 。10万円で済むけど、ええかなって言うと。なんか、なんか、だんだん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 、あかんって。補助は、補助、僕もあれ、平田さんに申請してもらって、結局、300メーターぐらい、自己負担2万円ぐらいですよね。全部、全部込みで。でもまあ、ソーラーパネルじゃないけど、電気があるから100ボルトから取り出したけど、農協が半分と、動画半分ずつ持ってくれてる。うんうん、まず全体の半分を農協が負担してくれて、はい、でその残った分の半分を町が負担してくれます、うん、だから自分の半分が2万円ぐらいです、うん、全部も全然すごいです、全部10万ぐらいしてましたけどね、そうなの、そうなの、見てみよう、何年か利益がないと分かんないです。だから僕はうちのとこと平田さんのとこと全部やってるね、誰か名前書いてるよって、近くの人が上の一緒にやったことに来て、うちに7本の商店街に来たんですか、僕ちょっと2万円払わなかったけど、うん、でも布のとこでもなんか付き合って、それも申請したって言うてるのか、農協か農協か町のやつはいつもはないんですよね、それはね、どっちかしかないはずやん。で、残ってたら、その残額の半分持ってくれるということで、全体に10万円ぐらいの見積もりやったんだけど、その半分がせやから5万円なんで、残った分の5万円に関してはあかんねんかなと思ったら、もう半分は農業か、町かどっちかを関してくれて、大阪でちょっと忘れたけど、それで10万5千円までですから、ね、コロナがね、こうて、何なの、どこやってるか、ギエーギエー言うと、今日またそんなに言うから、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、言うたよ。うん、いつも段取りあるわ、みたいな。いい方ついて。全然ね、こんなの売りに行こうもせえへんからね。もったいないやんね、これ。怒ってるパターンね。うまいね。僕はこれが食べたいから、わざわざ自分でニンニク作ってたからね。ほんでね、もうほんまにこれ切った後ね、もう切ったやつを、うち、ん、に食べてもらおうと思ってて、うん、ありがとう、うん、いやいや、なんで謝りますよ、僕はこれ嬉しいですから、まあ、こんなよく食べられへんから、まあ、いつ冷凍して、うん、冷凍してください、冷凍してください、うん、ありがとうございます、美味しくいただかせてもらいます、じゃあね、君たち、おーい、おい、ママ、こっちこっちこっち、向こうや向こうや、ほら、じゃあね、すみません、ありがとうございます。バイバイ。